北ことのズバリお盆特別企画階段てんこ盛り金曜日は作家でコラムニストの竹内義和が怖い話をお届けしています。 はい8月14日金曜日でございますお昼一時を回りました CBC ラジオ北野誠のズバリ北野誠ですそしてはい皆さんこんにちは加山純子ですそして怪談特集最終日のゲストはこちらの方ですどうも竹内結子ですよろしくお願いします今週はね月火水木と金曜日まで5日間ですけどもまああのシンプルの渡辺くんとねで谷口くんと田中俊之水曜日が初めて中山光卓まあ中山光卓も再起化って言ってましたけどねえ中山光卓の話もなんかもう えっとなんか死神が写った写真とかね。 ちょっともやっとなる話が多いですよね。なんかね、残るね、こうイガイガしたものがすっきりしないというか、もう真っ向怖いってやったらいいんやけど、なんかちょっと残る怖さなんです。そうですね。後からずっと引きずって思い出す感じですよね。そうですね。一番嫌ですね。一番嫌ですね。お風呂入る時とか、髪の毛洗う時ね。とかね。ね、トイレ入る時ね。そう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 。いう展開が一番嫌ですよ。嫌な感じですからね。今日じゃあお手柔らかに。いやというかね、僕の話は本当に。 真っ向怖いう話なので、あんまりモヤ,モヤモヤしないと。思います <laughs> 真っ向怖いう話ってどういう話。<laughs> 真っ向こう、<laughs> 真っ向怖いう話ってどういう話。<laughs> 真っ当な怖いう話ですね。あの、一応ね、いくつか候補あるんですけど。<laughs> はい。はい。 たたもうその時降ってきあのねもう本当にに北野真子と竹内義雄ということで階段をね弾丸形式でやるということで非常に評価高かったんですね怖い怖いっていうんでそういうそのまあバックボーンがあるのでちょっとこうねあまりこう弱い話はできないなと思ってた中山浩太の場合は何が怖いのかよく分からないままなんか気味悪いっていう話が多かったですねね捨ておかれるでしょう何かね決着つけてよみたいな。中山先生はは昨日もうずっと

でその階段がグランプリとかできたぐらいの時っていうのはあんまりこちらに僕のほうに声かかってこなかったんですけども2015年に声かかって完成でで出た以上は、の帰九青年団で納涼階段大会でやってたのでそれを喋ってあた竹内というのがあるんでちょっとプレッシャーがあったんですけども見事優勝させていただいてやっぱり再帰九でやってた階段は本当に怖かったんだなということを実証できたんでうれしいです。 出ましたけど、あの、前年僕ら階段っていうのを。備えにみんなこんなにやるような時代になると思ってなかったですかね。みんな今やってますね。すごいやってるよ。いろんな人。いろんな人やってる。やってまね。うん。で、なんでこう猫も杓子もやるのかなと思ったら。階段て意外と語りやすいんだなと。あ、そうですね。ハードルはちょっと低いんですよね。階段の方がね。あの、だから素人でたどたどしいから怖いという場合もあるし。で、一個ぐらいはみんなね。なんか持ってるんですよ。はい。 でもねやっぱり二つ三つになってくるとやっぱりダメなんですよねそこがこうちょっと会談しとそうじゃない人の別れ目かもしれないですねそうですね一個は持ってますよ誰もがはい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 。まあ純子はそんな1個ないと思うけどねいやあるのよあるの大中小どこ行っとく怖さいや別に大でいいよ今ちょっと言って山えば純子の会談が想像もせんかった会談あのね私ねま言ったかもしれないんですけれども 金縛りにあった時に目を開けたら、うん、私が乗ってたっていう、うんはい、終わった <laughs> <laughs> もう終わった。 階段でも何でもないあ、何やろうなこのこの終わり方短いわもやっともしれないねもやっというか何て言うるなキラっとするあのね、普通ねどういう状態で悲しわりなったかなとかいうところから話し始めなかったでもねこれねあのね怖くないかもしれないもんピュッとまとめるよ私ね冬の寒い時に二度寝してしまったんですよ朝起きてお腹朝ごは いいっぱい食べて、はい、トトーってストーブの前に二度寝してほ<う>んだらその時お母さんはもう早くもう買い物に出ていたんです外にね、うん、そして、うん、ああか二度寝してしもた大きな大きなって、うん、思ったら。 玄関がガチャガチャガチャって、人が入ってくる音がしたんです。あ、お母さん帰ってきた。大きな、またどやされる、大きな、大きな、大きな。でも、ばって起きたら、誰も帰ってなかったんですけど。私のかけてた、毛布が燃えてたんですよ。燃えてた。うん、ストーブの真横で、とうとう、ばたんって寝てしまって。ちょっと引っ掛けてたね、足元にブランケットが、ちょっと焦げ、焦げててね。はい、はい、はい。で。 誰も帰ってきてなかったんだけども明らかに玄関が開く音がして紙、買い物袋がガサ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 ってドンと置く音までしたんですよ。慌ててて起きたけど誰もいなく

私ちょっと待って今俺らは「金縛りの前の段階を言ってくれ」っていう説聞いたよな俺はあそうだったのだってそうそうそういきなり結末を言うてるような感じやったから映画で言うやわ「金縛り」は一つ目二つ目は別の話いつも寝てる時に起きるんですよでもね「金縛り」は私も待ってて聞いて聞いて真子さん あのね、<う>これはどうにかしなければと思って、<う>ほっぺたをつねってみたんですよ。じゃ、はい、じゃ、ちょっと待って、だから、一、うん、つ目の話ね。だから、<laughs> もイライラする。あ。 あのなゃ、はい、もうあのな <laughs> ちゃんやん金縛りでお前が乗ってたっていう話は、はいはい、ど,どっからなんでその金縛りにおうてんかとか、はい、季節はいつやったとか、はい、そういうのがあってで金縛りにあってっていうのを聞きたかったらいきなりさっきまた毛布が燃えて <laughs> その毛布が燃えた時ん <laughs> で上にお前が乗ってるかもう訳分かれへんやんか。 これもまた昼寝の時。うんうん なんかだんだん足の方からぐわっと重たくなってあ来た来た来たこれが世に言う金縛りかと思って目を開けてみようと思って開けたら私が乗ってたんですよ私の顔が目の前にほっと思ってこれはちょっとなんとかせねば思ってほっぺたをつねってみようと思ったんですよほっぺたつねったらつねり返されてでその後すっごい暴れたんですよ私のお腹の上でどうしたらいいんやろう こううい時は般若心境かなんでも言われへんわそんなあんとか思ってたら聞いたんですけどね <laughs> ど以上 <laughs> ああ怖いやろ怖いこえまあ体験した時は怖かったやろうね聞いてる人は共感できないからあんまりええー、何 <laughs> やろう な何で今日最高に怖い話でもこの1週間何か怖いことが起きないかと思って私はずっと身を見晴らしとったんですよ竹内さんに対抗しようと思ってでも何も起きなかったんですよね。というような感じで皆さんからの一日の体験いただきたいと思います。 びっくりした <laughs>、えー、メンバ先どうぞあはいパソコンスマートフォン携帯電話から CBC ラジオ北野誠のズバリのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいファックスは052263の6800そして LINE からお手持ちのスマートフォンで CBC ラジオのホームページにアクセスして北野誠のズバリ公式 LINE をともます 友達追加してください。はい、それでは今日も4時までお付き合いください。C. B. C. ラジオ。北野誠のズバリスタートです。北野誠のズバリ、お盆特別企画。階段、てんこ盛り。金曜日は作家でコラムニストの竹内義和が。怖い話をお届けしています。はい、今日のぶった切り、こちら。 江戸時代から明治時代にかけて現在の JR 大阪駅北側再開発区域梅北にあった梅田墓について大阪市教育委員会などは昨日発掘調査で1500体以上の埋葬人骨が出土したと発表しました市内でこれほど多くの埋葬跡が一度に見つかるのは初めてで全国的にも珍しいとしています 新聞しの記事からでですはいいいととうこござまてちょっとびっくりしたニュースでねちょうど昨日武田さんね中山先生とやってる時にこのニュースが流れてきたんですけどあの大阪市 JR 大阪駅の北側の再開発区域ですねここで梅田墓と言われるここの再開発するためにちょっと掘り起こそうということになってやったら1,500体以上の埋葬人骨が出土したと。 ね、北のちょこら辺でこんなに人骨が見つかるのは非常に珍しいということで、うん、あのまあ実際にこれはあの近松門左衛門のそれだけ真珠の「真珠天の阿弥島」にも登場するという大阪七墓と呼ばれてる墓の一つなんですなるほどね。うん、ほんでこれあの実際に、まああの割とえー なんか若い子どものやつとかも、はい、結構あったりとかしたので副葬品には六文銭とか術玉なんで、うん、多分江戸末期かから明治頃ではないかとなんか疫病とか流行ったっうそうだからその疫病で亡くなった方たちをわ、まあ、っと人骨をここに集めて埋めたと。 もともとね梅田って何か埋めから梅だっていうふうにいわてますけどね。埋めたって田っついたっていうのはまことしやかに言われてますからね。そうね人物っていうか墓にしてたのかなっいうのもっともっともっと昔だった鯨とかマンモスの骨もたくさんあの梅田の。いやだからまあ大阪のあの辺りまではまだ海やったという話でだからやっぱり土地の名前でも 上,上町第一っていうのは第一やったからね。こうや、んうんうん、だから、昔のあの古いあの地図とか見て、こんなんであったやろって思われてるのは。梅田のあたりまでは、まだ海やったと。と、はい、そうですよね。うん、で、大阪ってもやたらね、あの堀も多かったから。わり、はい、かし、その商人の町やからね、うん、なんか海とか川とかで、こう物流があったということなんで、ねうん。はい、はい、はい、その、それと同時に、やっぱりこういう、なんかいろいろ埋めるということもあったんでしょうね。うん、多分そうやと思いますね。うん すごい、今でも、それにしても。たっくさん千五百体って、すごいですよね。かなり膨大ですよ。そして、びっくりするのが、骨って、やっぱり、朽ちないんですか?。ね朽ちないですね。すごいですね。まあ、だって、恐竜の骨も残ってるぐらいやから。そうですそうだわ。頑丈なもんですよね、骨ってね。いや。いや。 下手したら私たちはその上をですね。はい。いや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 言いながらこう歩いたり。まあね。いや。してたわけでしょう <laughs>、ねね。そうですよ。いやだから、うん、あのまあ大阪のね、うん、あの福島にあった旧 ABC 朝浅尾総は。うん 非常にねホテルプラダとともに今もなくなりましたけどあの辺りはもう心霊現象そうなんで頻発するって言われましたからねいやいやあの僕らやってたね旧 ABC のあのラジオ局のというかナイトスクープの ABC ホールあったでしょあそこで「探偵ナイトスクープ」撮ってましたけど僕もあれ自分が番組終わって旧 ABC から新 ABC に福島のね あの国土一号線挟んで向こう側に移転しましたけど、うん、その時になんかみんなでここで ABC ホール最後の今日収録やなみたいなにやった時にあ,あ,、ええ、あそこでなんか「よかったわ」ってあのうちのスタイリストとか、うん、あの AD の女の子たちが「うん、よかったわ本当にここ怖かったからもうよかったわ」って言ってて言ったんですよ。ABC ABC のの地下にある A とこのトイレ女子トイレは、うん、特に本当に女の子たちがみんな入らなかったぐらい、うん、すんごい怖かったんですって、ええええ、よく言われてましたよね。ね扉が急にあの、うん、あのバターン,タンと開いたりとか誰も使ってないのに急に水がシャーッ あ、流れたよ。あ、そうそう、トイレの水がね、あのホテルの方でもよう流れるという話聞きました、ね。そう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 、そういうのがあったんで、あそこもなんか、うん、あの大阪七墓の中の一つなんかな。そうなんです<ー>うん、多分あの辺もそう、は七墓って言われたところの、一つの墓があって。はいはい、そこをちょっとまあ、埋め立ててっていうことですけどね。あの千秋真由美ちゃんが、はい、ホテルに戻った時に。うん 番組終わって、はい、真夜中、うん、真夜中に自分のこう部屋に行こうと思ったらこう長い廊下がずっとあって <laughs> 長い廊下があってでそこにね見知らぬおじさんっていうかもうあの老人が、うん、なんか廊下に座り込んでお<あ>おばあちゃんおばあちゃんおばあちちゃゃんんが座り込ん,でなんかこう,うわーってやってるっ,って <laughs> な何してはんねんやろうと思ったって言うねんけど、うん、そんな。 何して反のじゃなくて、それは明らかに霊体じゃない。そう。うんなんか白いもやみたいなのかかってて、ええ、その後ろで、おばあちゃんが正座してなんかこう一心フラに何かを書いてた。書いうのを千秋真由美ちゃんが見たっていう話う、ね、んな話がありますね。あとお事務社さんがんそれはあのあの人です。渡辺。はい。そう。渡辺徹さんが見たやつですね、うん。なんかガシャンガシャンガシャンってこう鎧の音をさせながら現れるというんうんうん。よくあるねそれ。 よくあります。はい。いや、だ、私一回も終わったことない。うん、いや、まあ、あわら。あわゃせいないわ。お前におってもせいないわ。もう一回おってみたい。一回喋りたい。そうなんや。まあ、でもね、あの、ウィーク、ヤごトさんも。ちなみに、あの、名古屋も地下鉄鶴舞線を建設した時に。太陽戦争の空襲で亡くなった人々の、人骨が、お、発されましたとかね。 まあでもあの梅田墓の場合はあ,のあそこは今現在ね JR の貨物の基地でしたからね、うん、そうですよねうんはいううねまあ今再開発でねいろいろなことになっていく商業施設になるんでしょうけどなるんでしょうけどね,ね<え>うんうん まあちょっと今度から歩くときはちょっとちょっと足浮かしとこうかな浮かさんでよ組んだらかん浮かさんでよわわわわってまあ思いを至りながらねあそういえば昔ここにも人がいたんだなと思いながら歩くっていうの一番いいっちゃいます一番いいんじゃないですかねそこは一番一番大事なことそれ組ようになるんちゃいますなるほどはいだからまあそういう意味で言うとあの意外とどこでだから実際に 今の、ねうん、大阪ね豊臣秀吉が建った大阪城も焼けられて落ちちゃって今現在実際に大阪城どこにあったかもものすごく分かりにくいっていうのと、うんうん、だってあと言うてみたら織田信長が殺された本能寺の跡地もつい最近になってあ、うん、この辺にほんまは、うん 今の現在の本能寺じゃなくて織田信長が打たれた本能寺も実際はこの辺にあっばんちゃうと最近発掘調査とかで急に出てきて「あこの辺じゃないか」とか言われてるんだからそら。 そからでだけですからねこだたいひょっとしたらその辺にあなたの足元にも人骨があったりとか大阪の千日前は前も言ってますけどあれは大阪夏の陣冬の陣で亡くなられたお侍さんとかみんな亡くなった方々をあの谷町九丁目たりのあのお墓で全部供養して千日間供養したから千日前っていう名前がついたと。 うん、言われてるんですから。はい,はい。 そうなんですよ。だから我々が普段普通に住んでるところでも、そのところで人がなくなったとかそういうことはまあありがちなことなんですか。ありがちだし、そういうとこだからこそ何か人が集まって繁華街になるっていう話ですよね。寂しがって人を呼ぶ。呼ぶって言って。だからあのいわゆるそういうところではあのなんかもあの小屋が劇場が、そうそあるい芝居小屋があったりとかできて、まああの赤ちょうちんのちっちゃな店が並ぶ。 っっていいうのは習たわけでだから劇場とかスタジオとかはすごく幸せが高いねレイとやっぱ好んで集まるっていうことですはい。まああの藤山寛美さん亡くなられたね藤山寛美さんも大阪松竹座で地下にお風呂温泉があって温泉に入ってる時にボーっとしてたらふっと見たらあの。 ざざざざざわわわわわお風呂のところに人がだーっと入ってきてうわーと思って「今俺見た見た!」って藤山神さんがボケもせず、うんうん、風呂から一文字先に入っていやいやほんまにそんな体験自分もせんと思ってるしぼっとしながら風呂にゆったり使ってる時に何が入ってきてんやろと思ったら人がだーっと入ってきたって話も残ってるぐらいなんで。 まあ、なんかその見るタイミングというのはまあよ、ね、その時またまたどういうタイミングで見んのか、はい、また幽霊も思わずどこで出てきよるのか分かりませんね。ということでございますね。北のズバリお盆特別企画てんこ盛金曜日は作家でコラムニストの竹内義和が怖い話をお届けしています。 ささあそれではは竹内さんから行きましょう、はい、えー、堺の方なんですけども、うん、国道線沿いにですね大きなまあショッピングモールがございましてその中に、まあ、チ,ェンチェーン店なんですけどもラーメン屋さんが入ってまして、うん、そこの女子トイレが何かこう出るとというような噂がありまして、うんうん、それはあまりにも頻繁に。 耳にそういうそのまあその心霊スポットに行くぐらいそういうぐらいの気持ちでもない、まあ、とにかくラーメン食べに行きがてらちょっと見てみようぐらいで、うん、まあ友達を誘って行ったんですよねだすぐ分かったんですよあの国道沿いにあるショッピングモールですからで、まあ、気を見てあのまあトイレの方にちょっとみんなで一、まあ、人テーブル残して23人で行ったんですけど、うん、まあ男性トイレ女子トイレがあって女子トイレなんですよ。 でそこはねすごくその衛生管理ができてまして自動ドアなんですよだから、うん、あーなんか勝手にちょっとのどくことはできない、うん、だから僕ら男ばっかりだから女子ストイレ行くわけにいかないうん、うん、あちょっと困ったなと思ったんだけどその自動トの上の方にちょっとこう窓ガラスというかあのほら丸い窓みたいなのが開いてて、はい、中がちょっとのどけるんですよ。うんうん、でそれを見てみたらまあ清潔なまあ、うん、ねトイレででした、うん、で女子 個室が、まあ、あ2つぐらいこう並んでるんですけどもあとまあ洗面とかあるというのはとこなんですけどもね、うん、でそこの,その左側の個室がずっと使用中なんですよ、うん、あ使用中誰か入ってるなと思ってで結局僕らそこで1時間ぐらい粘ったんですけどラーメン食べたりしながら、うん、時よりまあ見に行くでしょトイレに。うん、だずっと使用中なんですよ、うん、で聞くところによると、うん、もう何ヶ月も前から使用中らしいんですよ。 でも普通だったら故障中とかなんか貼るじゃん貼り紙貼らないままずっと使用中なんですよ、うんで。気味悪いなって言いながら、うん、まあ帰ったんですがでよくよく考えてみたらそのラーメン屋女子店員が一人もいないなんですよ、うん、従業員はもうかなりの形の大きなラーメン屋ですから、うん、女子店員が一人もいないということちょっと逆におかしいでしょ。うん、ということは女子 店員は必ず女子トイレに入るから、うん、そこで何かを見て感じじててやめいいくんんゃないかなかと思ったんですね、うんうん、でその使用中のママというのは何か故障中とかそれを無理やり開けるとかなんかしたら何かが起こると思われてるんじゃないかなと思ったんですよ。うんうん、でそれもあったので僕ら2人の女性の方を連れて1人はちょっと霊能力があるっていう、うん、もう1人はまた普通の女の方だけどその2人を連れて行ってそこに行ってもらったんですよ。 そしてその後でその二人から話を聞いたんですけども二、うん、人が中に入ったらしいんですね、うん、だもう入った瞬間から何かおかしな空気はあったらしいんですよここなんかちょっとなんか深海みたいな重い空気になったトイレは当然使用中片っ端使用中でした二、うん、人して大きな洗面台があって大きな鏡があってそこで二人して手を洗っているとこれは全く霊能力のない子が 見たんですけども 2>,、うん、2人並んでるちょうど中央に怖い顔した女の人おばさんよりも、うん、おばさんとは言えないぐらいまあ30そこそこの女の人がずっと立ってるんですって、うん、で何の霊能力もない人やけどこれはやばいもんやで、隣の霊能力のある人に「声かけて上映、うん、ってるよね」って言うと確実に映ってるということになるから、うん、その子は手を洗ってスーッとトイレ1人で出たんですよ。うんで その後で「霊能力のある子が出てきたわけでですよでどうやったこの子は何か鏡に映ってた」ってのを見たって言うてるよって言ったらその霊能力のある人はね女の人はいや後ろの使用中のトイレが開いて女の人が出てきたのが分かったと。でふっと見てたら後ろに立ってこの二人の間から見てるのが分かった。でこの霊能力のない子も怖がってるのが分かった。だからここで あーってなったらこの子怖がらすからじっとしてたとでその子が出ていったわけで自分は一人になった時に、まあ、後ろにいるの分かってる分かってるけどもここで何かしたらあの何か悪いことが起こるかもしれないと思って一心不乱に手を洗ってたんだって、うん、その気にせんようにしてそしたらいきなりその子ポニーテールだったんですけども、うん、ポニーテールの髪の毛がガッと掴まれたんだって掴まれてぐーっと後ろに持ってこられてぐーっと顔をこう。 顔と顔がこうくっつくぐらいの,のとこに来た時にその後ろの女の人が「うん、見えてるやろこら」<laughs> って言うた <laughs> というお話でございます。<laughs> 寒い,寒い棒が見えてるやろ,るやろこら <laughs> 怖<い> <laughs> 面白いなやだから見えてるやろコラはなかなかだから僕ねこの話がねもう褒め怖かったのはそんなん普通言われへんやで経験しないとめでるコラなんてなかなか浮かばないですよねだからもうめちゃくちゃ怖かっただから素人のほん霊能力のない子もはっきり見えたらしいだからそれぐらい豪の深いものがおるだから 使用中のままは誰も何もできなく、にま、うん、ま、いだに、そこはあります。あります。あるんやまだ。はい、<坂>名前言うとすぐわかるラーメン屋です。<laughs> まだいかずあれなトイレは使用中なのかなだったとだと思います。はいあの境の方の国道沿いのもうえってもうえってまたいかある人おるからやめといて。あかん。首が苦しくなってきた。なんかいあでも見える人は見えるのかね。あの確実に見える。僕はねあのあの高槻のあのあの阿張りの森っていうところで。 あのお前らへくらで取材した時に、はい、そこは本当にあのその社があってでも普段人はいないんですよ、うん、本当に社だけがあってその奥になんかいろんな石碑があって、はい、そこの御神木ですごい首釣りをする人がめちゃくちゃ多いと。であの漫画家の葉月さんに連れて行ってもらってはい、はい、僕らそこで撮影したら、うん、もう本当に僕の 首のところになんか光が入ってく僕が首吊りしてるような心霊写真が撮れたりああああ僕の体がちょっと透けたり、うんはい、で極めつけが僕の真横にすごい光真っ赤なっていうか真っ赤っていうか光ってる、うん、狐の顔したような女が俺の真横に映ったりこれ僕のほんまに心霊写真ですごい。 でこれがこの後にまにそこでロケやって帰ってから1か月ほどしたら東京で俺がワインバーやってる時にあのあるの葉月さんとかがあるとある霊能者を連れて飲みに来てくれた時に「この間ロケ大変でしたね」みたいな話をした時にその霊能者みたいな占い師みたいな霊能者のような人が俺の右肩をじーっと見るから。俺よりも 俺のったり見るから俺がひょっとしたらここにちょっと邪悪な女が横におりますって聞いたら「はい」って言われてほんならもうずっとその霊能者の方は何か何回で俺の顔見てちょっとずれてまたこっち戻んだけどもうほんでそんなにあれなん邪悪なんていや腹は。 私はちょっと、まあ、私が払ってもええけど、うん、払いますって、まあ、払うんやったら後日また私の事務所に来てもらいたいねんけどって言うから「うん、いやちょっとしばらくは払わんでもええ」って言って「いやその後あの階段のツアーやる予定やったんで」。 そんなおった方が面白いというね。変わってるわ。面白い。プロとしてのね、心意気ですよ。プロとしての巨人。そうね。もう本当にそう。いやいや、こんな人家族やったら、私、もう。で、一番面白かったが、あの、その、何回も飲んでるうちに、2時間ほど飲んでだ時に。あの、なんか、それ、言うと、我、俺の横におんのって聞いたら、なんか、なんか、途中から、その女の人が、すっげえ、例の人の人、怖がるから。 で今真横におんのそれともど,どういう状態で見えてんの、うん、いや今マコスさんより前に出てきてます <laughs> 前に前に前に嫌な <laughs> や,やつやろ若手芸人で前に前に来るような感じやんか。<laughs> <何> <laughs> そうよな自分に気づいてくれてるし目の前でそうそうだから調子乗お前だから同じやさっきとお前見えてんねやろっていうことっていう石表示だよね石表示だね前前前前来てたらさ何か発言はしたかったのかなってい見えるやつがおった前出てくんねやろなと思いますけどそうらしいですねうんそうらしいですねって今言ったからマコちゃんはね表体質やから疲れるんですよだからお前らいくら見てる人は見える人は 誠さんの横にいつも同じ人写ってるっていうも写ってないけど、も僕らは見た。わざわからんけどね。いや、よくわからんけどね。まあ、まあ、種子も大がいろんなのつけてるから。ねまあ、そういう風にして見える人には見えるってことなんでということだと思います。まあ、僕らは見えんで幸いですよ。うん、よかった。見えたらやってられへんからね、こんな仕事。北野誠のズバリ、お盆特別企画、会談。 天こ盛り金曜日は作家でコラムニストの竹内義和が怖い話をお届けしていますさあ竹内さん第2ラウンドいきましょうはい、えーまあ、夏になるとですね、うん、思い出すことがございまして小学校ぐらいの頃からですね母方の田舎に戻ってたんですね、うん でまあ、和歌山の、まあ、有田の方にある山なんですけどもその山の上の方にちょっと集落、まあ、がございまして、うんえー、そこがまあうちの母のまあ田舎というかそういうことなんですけど、うん、そこにまあ里帰りという形で、うん、え行ってたんですね。で小学校の2年3年4年5年とこう、まあ、行くわけですけども、うん、その年に1回。 ですが、うん、まあ近所の,その子どもたちと仲良くなるわけですよ。うんうん、で、まあ、何人かの,そのグループができて。 えー、まあ僕がまあ市内から来てるということでいろいろとその田舎の面白いところ連れてってくれるんですねその神社であるとか、うん、小川であるとか、うん、まあ崖のちょっと危険な崖のとことかね虫捕りしたりとかいろいろ蛇が出てきて驚いたりとかまあいろいろいろなことをこ経験させていただいてまあその小学校多分5年ぐらいの時でしたかね。うんえー、まあ何 何年か続いてみんなで遊んでるんで、まあ、そろそろこう,う遊びに飽きてきたというか、うんえー、ちょっと前、えー、5年ぐらいになるとちょっと大人っぽくなってくるから、うん、まあ子供じみたは虫取りとかもつまんないやろ、うん、みたいなことになって、うん、でまあリーダーっていうかガキ大将みたいなやつがね、うん ちょっと肝試しせへんかっていう話にな、うん。ぼちぼち肝試しする学年やね。そうなんですよ。五六年。そうなんですよ。そうなんよ。ね。うん、そうなんですよ。ちょっとそういうのに、まあ興味が出てくる。怖いけども、うん、ちょっと大人の俺を見てほしいみたいなね。うん、その、いや、そんなやめてよとか言えない。まあ、一、うん、人そのグループの中で一番気の弱いやつが、もちろんいやいややって言ってる子が、あのよっちゃんという子がおったんだけど。うん、まあ、その子も、まあ仲間はずれになりたくないから、まあ、みんなで行くんですよ。で、そのリーダーが面白かったのが。 その夜中にどっか、まあ、神社に行くとか、うん、あ鳥居のとこ行くとかそんなんじゃないんですね、うん、そういう肝試しじゃない、うん、で今思うとねまあ子供のだからまあ冒険心いたずらだと思うんですけども、うん、今理由で言うとそのコンプライアンスも何もないわけですよ子供は。うん、でまあ何をしたかというとその ずっとこう、ね、あのつづら折れみたいになってるようなとこがあってでそこのこのね坂の途中にねでっかい家があるんですよ。うん、でっかい家があってで僕らがこうあの坂からこう登って行ってみたら、うん、庭があってその向こうにあのガラス窓がずらーっと並んでて大きなその大広間のまあ そのガラスなんでしょうね、うんでえー、玄関の方は裏の方にあるんでしょうけども、うん、そこからこう見たらその、まあ、太陽の光がバーッと出ててその中の部屋を半分ぐらい照らしてて、うん、向こうの半分は真っ暗で見えないんですね、うん、逆にね。でなぜそこに行ったかというとその奥の方でよく見るとすごい豪華な布団敷布団の上にあの白髪の老婆が寝てるんですよじっ、うん、とであ。ずっとあのおばあさん 動かんと寝てはるで」つってうん、うん、でまあ今思うと非常にそのまあ、うん、老衰というかあの体調もよくないんだろうなとか思ったりするけどもその頃はそうおばあさんが寝てるというだけで、うん、白髪のおばあさんが白髪のおばあさんが寝てるというだけでちょっと僕らはさほらほらみたいなことになってたわけですよ見つかったら怖いでみたいなね今もとねおかしな話ですけどでそのガキ大将がねいや上がり込んで、うん、あのおばあさんの白髪を うん、俺抜いてくるから<う>お前も続けみたいなね「でうん、え!」ってなったわけですよでそれは今みたいに「そんなことやったらあかんで」というようなそういうその道徳心じゃなくって本当にリアルに怖かったんですよ「そんなん怒られんのちゃうの?」って「いやいや大丈夫大丈夫」大丈夫って言ってでもう一人よっちゃんは「もう俺絶対嫌や絶対嫌や」って言ってんだけど「お、うん、い!」っつってみんなで庭に入っていってでガラス開けたらわ閉まってなかったのねス、うん、ーっと開いたのよ。うん 昔は開けっ放し,、うん、なしなの、えー、で特に田舎やから、うん、泥棒なんかほぼいないからで入っていってそのガキ大将がねうっとおばあさんの頭のところ手入れてるわけよ。ってっで,でふっとこう一本抜いてこう持ってきて「おい次竹内お前や」えっ、ー!」って言いながらもあのまあ言われたらいかんだかんのかなぐらいの気持ちで、うん、すーっと行ってこう寝顔を見たらもうずっと本当眠、うん、眠ってるんですよ。うん、で 僕も仕方ないからこうちょっとあのね頭てっぺんの方から,本ら、うん、一瞬ねおばあさんでほんでわってなって他のやつをもなんみんなこう抜いて最後よっちゃんだけ残って、うん、でよっちゃんが「イエイイエイ」って言ってたんやけどもうガキ大将がね「お前行けよ行けよ」って言うてたら、うん、よっちゃんもいかんとしゃあないっていこともあったんやけども、うん、やっぱ男の子としてのプライドが出てきて。うんうん だから開き直ったんですよ、うん、行くわ、うん、行くわっつってほんでバッとヨ、うん、っちゃんが入り込んでいってほんでブチッってバッと出てきたら、うん、この指と指の間から多分十数本の白髪が、うんうん、だからもう怖いがゆえに余計を見て見ろ」ってなってでもみんなうわーっとあぜんとしてきた顔でヨっちゃんの見てるわけよでヨちゃんもえええー、気持ちなわけよああこれはすごいやろって。 それでーと思って見てたんじゃなくてそのそうやって白髪を掲げてるよっちゃんの後ろにおばあさんがゆらーっと立ち上がってたんですよ。んでそれがこう、まあ、影になってて分からへんだけどぬっと光の方にぬっとおばあさんが出てきてほ、うん、んでまあしわくちゃの顔でしたけども、うん、その顔を余計歪めて「そんなことしておもろいんか!」って言うたんですよ。うん でわっちゃんはーって気が付いてうわっって叫んででダダダダーってみんなで逃げたんですよ。でどこをどう逃げたか分からんぐらい走りました走りましたある人によるとある子供によると後ろを向いたらあのおばあさんが四つん這いで追いかけてきてたとかいうのを見たとかいうやつもおったけど僕らもそういうこと気にせずにぶわー逃げてまあ神社の社みたいなところに逃げ込んででそこで壁を整えて「来てないやろな来てないやろな」とか言うてみんなであのまあ うどうしよう、どうしようって顔を見合わせたんですよ。で、まあ、時間が多分二、三時間、まあ、数時間経ったんでしょうかね。うん、そろそろ夕暮れで暗くなってきたぐらいで、みんながね、やっとこう落ち着いてきて、うん、で落ち着いてきたらあの、どうなったかというと、みんな悪いことしたなっていう気持ちになったんですよ。<ー>子供、はい、やけどもこ、これは許されへんで、と、寝たきりのおばあさんのね。うん 謝りに行こうってなってみんなでやってそうやそうや」ってなってみんなもう謝りに行かんたかんわってみんなそんな気持ちになったのよ。でみんなで連れ立ってそのお屋敷の方の玄関の方に行って玄関のチャイムなっしたらおばあさんが出てきて「実はこれこれこういうことで」と「おばあさんの」って言ったら「えっ?」って言われて「おばあさんってどういうこと?」って「いやあのあそこの奥の部屋で寝てるあのおばあさんの」って「奥の部屋どのっと言ってんのかな?」ってあのその庭の方から」って「いやあそこ誰もいらおらへんで」と。 っていうかそのオーバーのこと言ってると思うんだけど、うん、もうあのオーバー何年も前に亡くなってるから「もうおらへんで」えー、っ?」てなって、うん、えだからあのちょっとじゃあ見てみるかって上に上げられてその奥の部屋連れて行かれたらそう布団敷いて寝てたおばあさんの部屋です確かに、うん、誰もおらへんわけよ。うんうん、でもう何年も前に亡くなってるから、うん、あの確かにここでは寝てはったけどもう今はそんな何年もいないからって言われて、うん、で僕らはあとびっくりするよりも。 安心したのよ「うん、よかった」っつって「あそんなことなかったんや」と「うん、我々は幻かなんかお互い集団ヒステリーかなって見てただけやつっ」っ、うん、よかった」とあんな悪いことしててねでその本当におばあさんがおったらねどういう顔して謝ってるかわからんかったし許してくれるかどうかわからんかったから「うん、よかったわ」と思ってみんな数人連れ立ってその家離れてさあそろそろじゃあみんなの家に戻ろうと安心して戻れるねって言ってたの。 俺も良かったと思ってんねんけど、うん、ほんたらこれはどういうことなんって見せたら十数、うん、風の白髪が指先に絡みついたままやったの、うん、というお話なんやろうな <laughs> なんやっての我々が見たものは何だったんだろう何 <laughs> だったんだろうねうん、うん これはね僕ら確かに見てるんですよ、うん、確かに見てるけどそこのおばさんからしたらその何年も前に亡くなってると。うんうん、で僕らそこ毎年そこを通りがかってそれを見てたから多分その時もおるっていうふうにはまあ思ってたのかもしれないしそのガキ大将がだからいずれ あのまあ、寝,た寝てるでと何かいたずらしたろうかと思ったかもしれない、うん、でその気持ちでその年を迎えたからみんななんとなくおるもんだと思って行ったのかもしれないけども、うん、でも物理的にそのよっちゃんのところに残ってるあの白髪はそれは紛れもなく残ってたんで、うん、それだけが分からない。不思議なここととがまあこれで談として言ったら、うん よっちゃんが最初に死ななあかんねんけどねよっちゃんどうしてんねんやろ今白髪を首に巻きつけてね白い髪の毛に巻かれながら手も荒らぬ方向に曲がって怖い怖い死んでて2人ぐらい死んだ時にみんな気づいてみんな集まってどうしようって対抗策を考えながらそう なんかでも、一人死に、二人死に、最後主人公だけが残って。どうなるかって話になるやろうねう。基本的に映画にするやつはそうなっていく、ね、なっていね。でもそういう映像が浮かんできた、はい。ここはい、そうやね。うねそういう感じ、そういう感じですね。不思議すね、うん、不思議はい、ということでございまして、時刻まもなく二時になります。<え>北野誠のズバリ、お盆特別企画、怪談、てんこ盛り。 金曜日は作家でコラムニストの竹内義和が怖い話をお届けしています。はいということでございまして竹内義和さんを迎えての今日の会談特集三、えー、問目のお話です。はいえー、っとですね昔二十代の頃に。うん えー、とある単行本を、まあ、仲間十何人かとはい、はい、執筆して出したことがあるんですが、うん、その時に僕が担当したのは日本の怪談映画についてだったんですけども。 おまあ、日本の怪談映画といえば四ツ谷怪談ですね、うん、お岩さんですけども、まあ、そのことを書かないといけないんだけどそのいくつかまあ新東宝映画とか大映画とか、うんえー、四ツ谷怪談は何本かこう劇場映画になってるんで、うん、さあどうまとめようかなと思って、うん、なかなか筆が進まなかったんですけども、うん、ある時にそのふっと起きたら自分で原稿を書いてたんですよね、うん、気がついてない、うん、寝てる間にか。 これ四カイドのことえらい考えてんねやと、うん、そのね自分で書いた覚えがないのに書いてるよっつって、うん、なんか23枚書いてたんですよね、うん、で、まあ、その時はそれだけやったんですけどまたある時に、まあ、原稿書か,かんたかんでも眠たいなと思って書いてるうちにちょっと寝てしまったんですよね、うん、で夢を見ててタクシーに乗ってるんですよ、うん、でタクシーに乗っててでそのタクシーの前を女の人が通りがかって、うん、運転手さんがキュッと急ブレーキかけるんですよね、うん、だ前歩いいてたたワンピース姿の人はこっちを向いたら 若杉勝子さんという女優ささんんんだったんですよ、うん、あ若杉勝子さんやと思ってで起きてからあ変な夢見たなあと思ったらそういえば和若杉勝子さんって新東宝映画の「東海道四谷怪談、うん」でお岩さん役やってた人なんですよね。 お岩さんやってるその女優さんの夢見たでってな京都に行って京都の友達のところで、うん、まあその続きの原稿を執筆してたら、うん、京都でなんか震、まあ、度まあ3かぐらいですかねちょ,っとちょっと揺れたんですよ。うん、揺れた時たまたま本棚のところに本がこう、まあ、横にこう置いてて、うん、それがパッと僕の目の前に落ちてきたんですよね。うん、でパッとページが開いたんですよ。でそののページのとこっと見たら おお岩とととえもんんんいうとこだったでですよみんなにちょっとなんか3回ぐらいこんな続いてるからちょっとお祓い行った方がいいんちゃうかと大体、うん、お祓い行くって話やんかっ,って、うん、でまあみんな連れ立って東京まで行って四谷まで行って、うん、で四谷の駅前でタクシーを拾って四谷稲荷までって言ったら「そんな知りまへん」ってって誰も行ってくれない。うん、あれ でみんな知らん知らんっていうねね、うん、おかしいなってで近所の店に行って、えー、お岩稲荷っていうのあると聞いたんですけどったらあなかなか教えてくれないでしょっつって、うんでまあ、そこやからじゃて教,教えますわって教えてくれたんですよ、うん、だから路地みたいなとこなんですねでそこでまあみんなでそこまで行ったらあ,あったのでそこに入って仏壇かなんかがありましてそこで事情を説明してあの手を合わさせてもらったんですよ。うん、で出たららその斜め前ぐらいに 家門神社という家門さんのところ、あれ通り挟んで、うん、ね、ねあるんですよねありますえであここも行っといた方がええでっつって行ったらそこはもう誰も人がいなかったってでも玄関とか開いてたのであの勝手にボラあがらしていただいて仏間に入って手を合わせたんですみんなで,でさあ出ていこうと思ったら今や誰もいなかったのに部屋の片隅におばあさんが座布団で座っててほっ、うん、と思ってみんな会釈しながら出て行ったんですよでおばあさんは僕が通った時にだけ僕の手をぐっと と握って、うん、くれぐれも「家門のことは悪く書かんといてくださいね」って言われたの、うん、なんで俺がその原稿この中で俺が書いてるの分かったのかなと思いながらも、うん、まあ不思議な思いで帰ったんですけどもね、うん、でまあいろいろ話を聞いていくと高木明光という作家の方が「大東京四ツ谷階段」という本を書いた時に「うん、もうお参りに行ってなかったんだ」って「お参りに行ってないな」と思いながらあるその川沿いの道を歩いてたら向こうから女の人が来て。 で顔を押さえててんだってでどうしたんかなと思ったら「そのいやそこをね墓石で顔をぶつけまして」とか言うて見たら顔面が腫れて片目の方が違うが流れててで「気をつけなさいねあんたも」って言って行ってしまったんですそれを見てあこれやっぱりあのお酔いなり行かんとあかんなと思って行ったらしいなんかそういうことが起こるんでね行かなかったらねでそういう話をね僕連れにしてたんですよ大阪で、はい、怖いでやっぱりといろいろあるでーっつって。 でやっぱ「お岩さんお岩さんと呼ばんとあかんで」っていう話をしたら「うん、え呼び先生あかんのか?」って「あかんあかんたたりあるで」って言って、うん、言うてただたたりなんかないやろ今時って「ある,あるで」っつってだそいつがいきなりあの南森町の地下鉄のホームで、はいはい、そのお岩さんの「3」を抜いた3文字を大きな声で叫んだんですよ。はい、で「ほら何もないやん」って言うたんですよ。うん、で僕ははねいやもうそれわからんでと 即来るかもしれんけど五年後かもしれないし十年後かもしれないそれは向こうが多分お前が言うたと分かって近づいてくるけどもその近づくスピードは僕らが思ってるスピードと全く違うかもしれないよ一瞬かもしれないしそ何年後かもしれないしでも確実にお前には近づいてきてんでっていう話はしたんですよ、うん、そいつはあんな関係あるよかんなん怖くもなんともないよつってその地下鉄に乗って姿を消したけどもその子が未だにどこにいるのかわからないです未だに 家に帰ったって話も聞かないしいまだに分からないままです <laughs> 正直な話でその時にね、まあ、みんなでね <laughs> あいつ最近顔見えんなってわわ,わ言うてたのよ 2>, <laughs> 2年3年経ってあほんまに見えへんなって話をした時に東京のテレビ局から連絡があって「武雄さんちょっと相談乗ってください」っつってで某テレビ局まで行ったのよでその時その人がね「あの今夏でいい企画やっててそれ絶対パネラー出てほしいんですけどで何の企画ですか?」って「四谷階段やりたいんですよ」と。 で「お祝いになりと伊右衛門神社ってこう斜め前にあるんですよ」うん、あ僕も知ってるあ知ってます知ってます」これが揉めたら面白いでしょうっ」っいやその揉めさせたかなんちゃいます」うん、で揉めないし」って言っ揉めなかったんですよ」どちらに行っても悪口言わないんですよ」うん、で仕方なないからこんって言って熱つ動して、うん、その片方に伝えたら。 そこままでで言言言ううんやと私も言わしてもわわててらいいすすって言うじゃないですかその売り言葉に買い言葉でそれをビデオで収めてそれを持ってまた別のところに行ってほらこんなこと言われてますよっつってで向こうも言うということで喧嘩するるビデオを作よっでははで僕それもちょっと僕出れませんと「それは飽きまへんわ」って「うんうん、いやなんでそのなたったりなんかありません、ね」で「私のはもうあれじゃないですか」こんなことやったのに。いやスピードが あの僕らと「いますいつ来るか分かりませんいやそんなことあげさないでしょ」って言うて、まあ、僕は大阪に戻ったんですけど、はい、まあその企画はどういういわけかなしになってました、うん、なしになってたんだけどもそっから何年かした時に、うん、某有名な、まあ、その局がやってたワイド番組って、はいうの突然打ち切りになったんです。 やらせ問題で突然打ち気になった、うん、ずっと続いてたやつだったんですけどでその時なんでやらせで問題になったかというとヤンキー女のヤンキー男のヤンキー,ー、はいはい、ヤンキーが河原で決闘するとする、ね、それを収めましたと実はそれはやらせ仕込みやったんですよ、うん、だから地元のヤンキーに声かけてちょっとやってくれよっつって言うて取ってたんですねでそれを担当したのはその四谷会談の時の担当ディレクターやったらしいんですよあと、うん、で聞くとそして その番組が終わるきっかけになった「ヤンキーのやらせ」の画像の一番最後はその女のヤンキー同士喧嘩しててなんか謝ってその手が全て本当にどついてしまったのかな、うん、でそのは女の子がよろけてでなんか石の角でガンと顔面をぶつけて、うん、顔面が腫れて顔面を向いてニーッと笑ってる顔で終わったんですその、うん、まさにそのたたりがこの瞬間届いたなって思 僕も取材したことありますけどお岩さんが寝ておられる菩提寺お寺に取材に行かせてもらってまあ四谷の伊右衛門神社とお岩さんの神社と両方行くってことでその前にお岩さんの菩提寺寄ろうって言った時に「お前ら行くな」で行った時にその時事故物件住んで3年目の谷氏がおって向こうのお岩さんの菩提寺のあの 旦那さんが、お寺の旦那さん、俺を呼ぶんですよ。北野さん、ちょっと北野さん、ちょっとこっち来てくださいって。あの、あの男の子、ああ、れ、だ、あれなんですかって聞く。いや、あれ、出演者で、うちの小授業の後輩で、松原谷下と言いますけど。あの子だけ、ちょっと、あの、お前にさっさささ、ええと思うねんけど、って言われて、どういうことですか?。いや、どういうことですかって言ったら、いや。 あのの子来たらあ <laughs> その先を言っていやうまくは言われへんねんけど、うん、なあお母さんって言うたら、うん、そのおかみさんが出てきてあって「あきたのさんあんまり大きな声で言われへんねんけど、うん、あの子は何かお寺の境だから出て行ってもらいたいんだけど、うん、私 <laughs> ものすごく胸騒ぎすんねんけど」うん。うん はいはい、って言うてうん、うん、いやまあでもそんなこと言うてもロケで来てしもたんでささっと終わらしますので「うん、そうですか」って言ったら<ー>みんながちゃんとお岩さんのお墓に線香を唱えるてでみんなこんな大きい線香を持ったら、うん、谷地がこう火つけた瞬間に、うん、ダーップ吹いて消えんねんたりしてけ。<お> <laughs> えー

てんこ盛り金曜日は作家でコラムニストの竹内義和が怖い話をお届けしています。 はい。ハリアのター君からです。私は10代の頃からサーフィンが好きで、イラコまで行って毎週のように行っておりました。友人と二人で行ったある日、こんなことがありました。イラコは、えー、外海で潮の流れも早く、時々沖の方まで流されることもよくあります。その日は波も高かったんですが、調子に乗りすぎて、ちょっと沖まで行ってしまい、みんなと離れてしまったんで、戻ろうとしても、 引き潮の方が強くてどんどん沖に流されてしまいました。私は戻ろうと必死になりましたが、焦れば焦るほど流されてしまい、とうとう疲れてパドリングをやめてしまいました。その異変に気がついた友人が助けに来てくれましたが、そんな友人も引き潮の力に疲れてしまって動けなくなってしまいました。そんな時、何かがボードをつかんで引きずり込もうとしているのを感じたので、海中に顔を入れてみると、 無数の手が私をボードをつかんで海の中に引っ張り込もうとしてましたそうこうしているうちに意識がだんだんなくなってきて頭の中に小さい頃の自分が出てきました母親に連れていってもらった幼稚園小学校とこれまでの思い出がずっと一瞬によみがえりとても良い気分になり、うん、最後に亡くなったおじいさんやおばあさんがにっこりと渡った時にハッと気がつきましたその時は 砂浜に助けてくれた友達と2人で浜に上がってました、うん、どうやって私たちは浜に戻ったのか全然記憶にないんです、うん、非常に不思議な経験をしました、ね、お守ってくださる方がいたんよねちゃんとね守護霊的な人がいたんかもしれませ、ね、んでねうんでもよかった、うん、よかったですねチャーハンはおかずさんつい先日虫の知らせというものを体験しました 前々から霊感が強いという私の妻この前の7月25日私が犬の散歩を終えて朝6時半過ぎに帰り朝食を済ませると妻や子どもたちが起きだしてまいりましたなんとなく話をしていると妻が「北陸に住む祖母が入院しているが今年はコロナで会いに行けないな」 今年は夏は諦めようかという話を急に言い出しました。朝食を食べ終えて、話を終えて私はお休みでしたので、二度寝しようと2階の寝室へ、すると1時間後、長男が北陸のおばあちゃんが7時ごろ亡くなったと起こしに来ました。えついさっき 話をしていたばかり<ー>虫の知らせかと思いましたおばあちゃんが入院されたこと知ってましたがそんなに頻繁に話をしないんで驚いたとと,ともに私もお世話になったので早くお参りがしたいなと思いましたねこういうのってあんねん,ん,ねんねの虫の知らせはね なんかありますよま、ねうんうん、ちょっと心になんか残ってるんでしょうね気にかかってるというかねそういうのがちょっとあったりもするんでしょうね、えーはい、こちら帰ってきたニーヤンさんから「僕は大学時代に居酒屋のキッチンで調理のアルバイトをしていた時です」「アルバイトを始めて2年がたちだいぶアルバイトに慣れてきた頃いつものようにオーダーが来た料理を作っておりました」 その日は忙しくフロアも慌ただしくドリンクを運んでおりましたバタンと思い入り口の扉が開き白いシャツの男性と赤い寝るシャツの男性の2組目が入ってきたので見えましたしかしフロアはその男性2組に気づいていませんでした僕はあれ気づいてないのかなと思いフロアにお客さん来ましたよと伝えましたしかしフロアの先輩はお客さんなんて来てないよこんな忙しい時に遊んでんのとあしなわれました その日の営業も終わり先輩たちとまかないを食べている時に例の男性2人組の話になりました少し霊感がある先輩が居酒屋とか飲食店とかって霊が寄り付きやすいみたいやし仕方ないよと優しいようであまり嬉しくないフォローがありましたとその時重い入り口の扉がバターンと開きました風で開くほど軽い扉でもありません人が来たなら防犯ライトがつき分かるはずですみんなが静まり返った中 その少し霊感なる先輩があ二人組の男性出て行ったよと言われました僕も初めて幽霊らしきものを初めて見た体験でしたうんうんなんかちょっと心に残るところはね。赤いネルシャツとかねうそうやねうちのね、はい、あの西の宮やったワインバーが、うん、あのすごい流行ってた時に、うん、不思議な現象があって、はい 1>, まあ1階と2階で2階は貸し切りスペースやってるけど、うん、基本2階って人があんまりいれない。せや、はい、のに、うん、あのうち明け方まで店やってたら、うん、もうお客さんまあ,あの1階のお客さん満席になって2階に上がってもらうけど大体12時超えたらもうそないにお客さん来ないねんけど、うん、どうもにあの2階の方で何か足音がする。 物音がする、うん、1階の調理場におったら2階からそのままタッ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 ,タッと階段をてドアがそのままずっと出れんねんけど、うん、夜中の1時ごろになんか2階客さんおらんのに階段からトン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 と落としたらそこの2階から階段にずっと降りてきて、うん、スッと出口に出るとかがバンと閉まる。うん、で俺に電話してきてオーナーが「真帆、うんうん、さん霊感ありましたかね?」とか「うん、どう思う?」 2階に誰かいるよ <laughs> <laughs> だから「はい、お笑いをしたいんですけど」<ー>って言うから「いやいやお前でも今流行ってるから、うん、流行ってるってことはあのそういう人が多い時にそういうのは紛れ込むねんと」と、うん、だから流行ってる時にそういうことやったら、うん、逆に流行らん場合もあるでと、うん、だから、うん、人が集まってるから来てる可能性もあるから、うん、案外その。 よく分からんもんがおることによって人が集まってるかもしれんから流行ってるんで余計なことせんでええでとで。ところがある時2階のフロアで30人の貸し切りがあったんよでちゃんと赤ワインと白ワインのグラス分けてもうあのいちいち2階に上がって物を取りに行って洗うの大変やから最初から奥の方でもう赤ワイングラス30個。 白ワイングラス30、うん、でどっちも自分でグラス決めてお飲みくださいとやっててで十人の貸し切りで人数も数えて3人分のお金もらったグラスも30個ずつあるところがある時になって急に「あのすいません、うん、赤ワインのグラス1個足らんのですけど」うん、って言われたい、うん、うちのオーナー「いやそんなことはちゃんと数えたんやな」本人も「 絶対疎走のないように割と大きな銀行の忘年会やってたんで粗相したらまたね使ってもらえないから結構念入りにやってたのに「足らん」と言われてね赤ワインのグラスが足りないって言ってほんで「おかしいな」みたいな「足らん」言われたらしゃあないわな持って行って赤ワインのグラス持っていったでまあパーティーが終わってほんであのちゃんと終わってみたえでも終わって宴会が終わって後片付けしたら「 やっぱりグラス数えたら31個あんねん<ー>あれ、うん、これどういうことなんやろうとそんなん言うてる時に、うん、とある時にそのうちのワインバーの隣の,、うん、あの不動産屋さんが、うん、あのこうある時に「お前とこなんかはようから、うん、あれやの?」 女の子早から来て仕込みやってんねんな」って言うねんて「うんうん、<laughs> いやえな,な何がですか?」ってほな「いやうちは6時から開店なんで、うん、まあ一番早くやってもみんな来んの4時半か5時ですけど、うん、え嘘、ー、ランチタイムやろうとしてたんちゃうの」うん、って言うねんて「な<ー>何がですか?」って言ったら不動産のうちがそのへんことって、うん、あのいつもうちの店のへこってなんか飯食いに行く時に、はい、あらまあ今日なんか12時半ぐらいから。 うん、黒い髪の長い女の子がなんかこう掃除してそれを不動産のおっちゃんが見て「えー、あやランチやってんのかな、うん、ランチやりだしたんかな?」と思って入りかけたら閉まってるからふ、うん、っと見るとあ,あもうおらんわ」と思って、うん、さっき髪のうな,なんかグラス拭いてたなと思って思ってんって。うんうん その瞬間またうち電話俺がかかってきてとかお笑いよ <laughs> <laughs> れてたんですよねそうやねほんであの時従業員が「うん、開店前です」って言って写真上げて、うん、フェイスブック上げて自分もう一人の自分と女の子と2人もし一人の女の子のバイトの子とそういうオーナーとが自撮りで写真パーンと撮って撮ったら綺麗に真後ろに、はい、あの後ろ髪の長い黒い女が。 うん。映ってた人。そいつや。そいつや。そいつやがな。おったんや。でも、あの、俺がでも、いや、でやけど、店が流行ってないだよ。のっとけと。俺が言ったら、いや、でも、僕はもう、そのまこさはね。この店にずっといないけど、俺は毎日寄って。で、あの、なんかも大変なんですよ。言うて。 だから従業員みんなも気持ち悪がるし「じゃあ僕ちょっと知り合いに頼んでお笑いしますわ」と言ってお笑いを結婚しよったんですそしたらそのお笑いした2日ぐらいかな夜に明け方店を片付けて椅子とかをテーブルの上に乗せてたら2階からトン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 と降りてくる音がして「んお笑いしたのに」と思ったらドアがパンと開いた時に。 ありがとうってそのままパーっと消えていった払ってほしかったジョブしたかったということなんでしょうかねその後それから店は急に入らなくなりますね、うん、やっぱりそうなんですよだから言うそうなんですよ追い出してあかんのですよ そうやん。そう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 、あのね、センスのない人追い払うんですよ。そうやね、僕びっくりしたのが。のあの松竹芸能ですよ。びっくりしたの。うん、角高なんかを解体した時に、うん、なんかでっかい白い蛇が出てきたらしいんです。そうやで、それを退治して,って、退治し,したとか言ってて。 あかんがなって。白い蛇が出てきたんですか。それが守ってたわけでしょ、多分。しょうちぐはなんかね、しょうちぐざかな、あのなんかね、かずだ？かずだかな。うん。かずだを工事やってなんか生まれ変わるときに白い蛇が出てきたっかいのが出てきて、それを工事中の者なんか殺してしもたよって。そう、かどさんに私お仕事で行ったときに確かにあの蛇さんがご診断ミーさん守ってたやろ。

ありがとうという声聞いたんですよ。上部でして上部したんですかね？言ったら流行なったから。あれは座敷わらった楽しかったよ。あの子ど子供の福の神や。子供のレイから雑誌嵐やけど、髪の毛の長い女がグラス吹いてたよねから頑張っとったやん。と俺は思うけどな。ちょっと仲良くね。ありがとうね。共存共栄すの。飲ましたれ赤ワインぐらい。 ね。給料取るわけじゃないしね,いね磨いとってんからなね時給云々言うわけじゃないしねそうや、はい、北沼ことのズバリお盆特別企画怪談てんこもり金曜日は作家でコラムニストの竹内義和が怖い話をお届けしています はいうちの家族は信用できるのさタイヤみたいに姉さんから私は15年ほど生体をやっておりまして日々霊感のある患者さんから神様系お化け系地獄の話などいろんな実体験を聞いております。 今日はですね。その中で同じ業者の方が多分ご存知のお話をしますが、このお話を教えていただいた患者さんは、プロの掃除屋さんでビルの外側の窓拭きや孤独死の部屋の掃除などかなりの怖いお仕事ですが、中でも一番怖いのは火葬場の煙突やそうでございます、うん。火葬場の煙突から黒いススがもくもく出ていますよね。これは年に1回どこの火葬場でも必ずと言っていいほどスむ落としをするそうです。 市内でどうなるかと言いますと骨が黒ずんでくるんだそうですだから毎年必ず掃除をするそうです、うん、クレーンで上から吊るされ頭にライトをつけてデッキモップを持ちこのクレーンを動かすスイッチを持って一人で入っていきます<わ>このスイッチは下がるだけだそうで一方通行で上には上がれないんだそうでございますさて煙突の内側の黒いススは当然人の焼けたもんです 入り口はまだ明るいから言い,いそうですが、真ん中ぐらいになると自分のライトの光だけになっていくわけです。うん、360度人間の黒いススだけの真っ黒の世界の中にたった一人、しかもそのススを、えー、落としていかなければなりません。うん、それだけでも大変な仕事ですが、えー、患者さんが続けてこう言われました。人はみんな大王女をした人ばかりじゃないんですよね。死にたくなかった人もいるんですよ。 煙突の中で吊るされた私たちが壁を触ると指先は天に向向ってて上を向いてますねでも死にたくなかった人の魂は自分の体が下にあるからとすすと一緒に上に登っていくのを必死で壁をつかんで止まろうとするんです、うん、だから手はみんんな下を向いてるんですよ、うん、煙突の真ん中あたりから指先が下に向いた手形が出てくるんですと。うんほ 私たちの手ではないし火葬場のスタッフがクレームなしに煙突の真ん中まで上がってくるはずもない明らかに記者の手なんですね最初はペタって見えてきて下に行けば行くほどペタペタペタ最後はペタ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 と無数にありますよと言われました私がそれってそういう話を以前先輩から聞いたとか見たスタッフがいたとかいう話ですかとお聞きしたらいや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 普通にどの煙突もありますよ ない方がないんじゃないですか小さい女の子っぽい手もあるし、えー、子供の手もありますしシ、うん、入りやバイトなんか怖くて掃除しないままそのまま降りてきちゃいますよということでございますね、うんはい、お化けそのものではありませんが確実に幽霊の手形が見えるということでございますすごいなこういう話だわ、うん、専門職ゆえに、ね、経験することやな、ね、そうやね。誰もそんな仮想場のね、うん 煙突に入った話なんて、はい、あんまりないよねてか知らんよね、うん、ほんまに入った人しかわからないんじゃないですか貴重な話だですね。うん、水野リバーさん二十五年ほど前畜産で勤務していました後輩が家族とともに畜産内の賃貸マンションに引っ越したんですがなぜか二ヶ月ともたないうちに再び引っ越すとなりました 後輩にその理由を聞くと、マンションに引っ越してきた当日、彼は玄関に入った瞬間、違和感を感じたそうです。うん、彼自身は今まで霊的なものは感じたことなかったんですが、生まれて初めて嫌な予感がしたそうです。奥さんはめちゃくちゃいい気分だって、新居の準備始めましたが、それはその夜から始まったそうです。子供たちが閉めてある南側の窓から、無、え、茶、ー、姿のものが部屋の中を通り、 閉めてある玄関から出ていくのを見たり東側の壁と西側の壁の温度感に違和感があり温度を実際に測ってみると3度ほど差があったり夜中には食堂のテーブルに置いてあったコップが床に落ち始めたりこれが1ヶ月ほど続いた頃家族の体調にも異常をきたし始めたため友人はえ後輩は友人をたどって霊能者に部屋を見てもらうことをお願いしました。霊能者曰くこの部屋は 霊園からの霊堂の中にあるみたいやと東側の壁の温度が低いのは冷凍の端がこの壁にかかっていて隣の食堂は冷凍の中に入ってる感じ冷凍を動かすことは不可能なんでここから出るのが最良の措置だねと言われたそうです後輩は担当者を呼び冷能者の見解を伝え次の物件を紹介するようお願いしましたが当然拒否されました。その時 食堂ののテーブルの上に置かれた茶碗が吹っ飛び、うん、それで引っ越しししを決意することにしました後輩 <laughs> <ん>の話を聞き霊媒師の言っていた霊堂の位置を聞き地図で確認するとなんと勤務しているこの建物も霊堂にわずかに触ってる感じでした、うん、そのような別の公園と勤務していた時に深夜2時頃課長の後ろの壁自体に南側の窓から北側の壁に向かって数個の光の玉が通り抜けるのを見えました 私は後輩に「今の見た」って言ったら「いやもう今生まれて初めていましたあれ何ですかね?」と「うん、いやここは霊園からの霊堂に触ってなし多分オーブとか言われる広玉やろね」って言ったら「マジっすか!」と「うん、私の夢にはオーブが一つ途中で走ってるのも見えましたがね」ってことですね。 <laughs> <laughs> こちら白ワンコさんから、えー、10年ほど前バイク仲間と小豆島へツーリングに行った時です宿泊先であるホテルは大部屋で海の見える部屋で友人と喜んでいたところふと反対の部屋の窓を見ると一帯が墓地でしたその夜宴会があり次の日の朝チェックアウトし、えー、しかしなぜか部屋のトイレの壁紙が爪でガリガリに描いたように破れていると。 ホテルの人から苦情がでも誰も心当たりがもうなくその場は謝罪で人なんだくその後二十四の舞台の瞳となった学校へ行った時なぜか横にいる友人から電話が「何かけてんの?」と聞いても「いや俺今携帯触ってないで」と言い召してくれました。で恐る恐るその電話に出ると聞こえんのは人がうなってるようなグーッというノイズ音。 うん、これは帰り道大丈夫なんやろか我々はと思いましたが無事に帰れましたがあれは一体何やったんでしょうねさんいろんな体験をされてるあれねつまり僕らもよくそのね、うん、電話っていうのでこの電話何 っってていうのって結構、はいまね、今まで僕らも体験してるんだけど、うんうん、あの電話ってどっからかけてきてんのよね。分かんないですよね。ねえ、うんうん。でその電話かける能力はやつらにあんどかそ <laughs> そううそれがすごい不思議やね。<laughs> あの僕が一番嫌やったのが昔留守番電話をね留守番電話やったじゃないですか携帯じゃない頃ね置き電話のああ家ピーのねピー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 ピ,ーピ,ーピーっていう声音を出して聞くってのうのあったんですよあったあったあったあれで聞いてた時にね「一軒です」とか言ってピーってなるでしょうからね「ホホ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 ホ それ一回だけなんやけど、うん、その怖いなと思ったそのアるリ日かな増山ってやつに今放送作家にお邪魔して「竹内、ね、さん昨日あのなんかね電話かかってきて出たらね何も言わんとね笑い袋の笑い声だけ聞こえるんですよ」うん、って言われたことがあるんですよ。うんで それは同じやつが電話してきてるのかどうか全く分からへんねんけど笑い袋の笑い声で気持ち悪いですよはいはいはい誰かがいたずらでやってるにしてもしてもねだからんか電話って僕だから嫌なそこなんですよ誰がしてるか分からへんまだ携帯の場合はねまだね名前出るからいいんだけど名前が出なかった場合ね特にこのご時世で今みたいな時代に公衆電話っていうのは 出出ると、うん、出ると気せんよね <laughs> 怖いよねなってたらねホンやいやだってもうこのご時世で公衆電話っていうのはまずほとんどこの自分らのね、うん、なの同世代とか仲間ではないわけか,、ね、いかけてる人も見たことないですよね最近そうやねんね、うん、だからまあ病院とか駅とかに置いてあんねんけども、はあはあ まずかけてる人見たことが、ね、ないす、ね、だから急に突然夜中の一時頃に公衆電話っていう着手音があったらああ怖いねからかけてんねやろと,っろと思ってね <laughs>、うん、出れないよね、うん、出れないよね、うん、いやだ <laughs> はい、ということでございましてはい時刻まもなくですねえ三、ー、時になります北沼ことのズバリお盆特別企画怪談てんこ盛り 金曜日は作家でコラムニストの竹内義和が怖い話をお届けしています。さあ竹内さんよろしくお願いします。サラリーマンの K さんという方のお話なんですけども、うん、K さんはですね、まあ50万円独身のサラリーマンなんですね。はい、非常に真面目な方で、うんえー、まあ、会社とまあ自分のマンションをもう行ったり来たりするだけみたいな生活なんですが。うん まあそれだけ仕事に熱心なんですけどもね唯一気がかりがそのもう父親亡くなってるんですけど、うん、母親がちょっと病弱で、えー、入院してると、うん、ずっとそれ見舞いにも行かないといけないし、うん、いろいろ、えー、ねっ様子見に行かないといけないできれば週に1回ぐらい行きたいっていう思いなんですけども、うん、やっぱり仕事が忙しくってなかなかその機会がないと、うんうん、えいうことで、まあ、帰ってくるのがまあ夜の11時過ぎ12時ぐらいご飯食べたらもう。 ね、お風呂入って寝るぐらい、うん、で朝また会社に行くっていうのはそういう生活だったんですよね、うん、でもどっかやっぱりその母親のことがまあ気にはなってたっていう話なんですよね。うん、である時ですねまずその日もいつも通り夜の11時ぐらいに、えー、マンションに戻ってきて、うんえー、まあ食事の用意をして、えー、さあ食事でもしようかなと思って、えー、部屋にまあ入っていくとですね、うん どういういわけかお母さんが戻ってきてて「うんうん、あどうしたん?」っって「いやちょっと旅行に行こうと思ってんねんって「うん、旅行もう大丈夫なん?」っつって「うん、調子いいの?」って「うん大丈夫旅行行こうと思ってんだけど」で見たらそのお母さんが、まあ、座ってられるんだけども、うん、その前にこう3つこう、うん、洋服が並べられてるんだって、うん、1> で1つはまあちょっと地味な茶色系のやつで、うんえー、白っぽいやつで紫のやつ まあ3つ並べられててどれ着ていこうかなっていうんで悩んでるみたいなんですよ。だまあもうお母さんもねえまあ体も弱いし年も年も七70過ぎぐらいですからえまああまり派手なものは似合わないけども。 まあせっかくねちょっと体調が良くなって旅行に行きたいって言ってんだからこの白いちょっと派手だけどもこれどう、うん、あの結構爽やかな色やからいいんじゃないのって言ったら「うんこれにしようかなあこれにするわ」っつって「じゃあ」つってその洋服を抱えて出て行かれたらしいんですよ。うん、でその時もほ「じゃあねまたね」ってまた見舞いに行くからって見送りながらなんかどうも、うん、あれあれってずっと思ってたんですよね。うん、なんでこの時間に タクシーで来たのかなどうなのかなとか思いながらなんかやけにちょっと違和感感じて、うん、と思ってるうちにその違和感が不安感胸騒ぎになってきて、うん、あれと思ったんですよ、うん、で外に出たんですよね。はい、で外に出たらなぜ外に出たのかもはっきり分からなかったんだけど気が付いたら外に出ててそしたらスーッと一台のタクシーが。 止まままっててドアが開いて吸い吸込まれるように、K、さん乗りました、うん、そしたら閉まって行き先も行ってないのにスーッと走り出して結局その病院のところでお母さんが入院してるそこで止まって下ろされたらしいんですよ。うん、でそのまま病院の中に入っていったら看護師さんとか、はあ、慌ただしくバタ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 してて、うん、でイさんを見た時「あケイさん!」となって「あちょうどよかった」つって、うん、あの主治医の先生がつってで主治医の先生が出てきて「ああよかった」って。 あの今電話しようと思ったんですけども「うんえー、お母さんご臨終ですと」と、うん、いうことでそのまま入院してる部屋のところに行ってまだこういろんなその器具が動いてるぐらいの状態で、うん、もうたった今、えー、臨終を迎えたということなんですよ。うん、でこう見たらまあねあのちょっとまだ生きてるような、うん、顔なんですよね、うん、まだ血色がいい。本、まあ、本当当に先ほど本当になくなっったばっかり なんで,すよで「すよ。でも電話とかしてないのによく分かりましたね」って言うからもう、K、さんもよく分かってないんですよ、うん、なんとなく違和感を感じて、うん、でその時にその主治医に言おうかなと思ったんですよ。うん、さっき母が訪ねてきて、うん、旅行に行くとかいうようなことを聞いてそれで来たんですけどって言おうと思ったんだけど、うん、それが言えなくなったんですよね。うん、なぜかというとうお母さんん病院のベッドに寝てるんだけども、うん、普通は その浴衣みたいな、まあ、病院で、ね、寝る寝起きするパジャマとか、うんはい、そんな感じなのに派手な白いブラウスを着てたらしいんですよ。あそこに眠,眠ってるというか、まあ、お亡になってるお母さんが。はいが 白いシャツを着ていた着てど,れにどれにしようかなと思って自分の選んだやつを着てたっていうような話を聞きましたちょっと怖いけど絵、えー、話,話ちょっとねお母さんに対する愛情がねある感じですよねは、ねうん、はいい。こちら伊勢野美夜ぽんさんから あの前に読んでもらった私の寝ている枕元になぜか赤い手鏡がありその鏡から感情のない目を見開いている人たちが次々出てきて私にのしかかるような話で私が安田君らになりうなされておきますと亡くなったはずの手鏡が私の枕元になりそれは妹が随分なくした前に亡くしたもので同じ夢を2回続けてみたので。 以前お寺で供養してもらったんですが最近またその同じ夢を見ました、うん、そして汗だくになり私はうなされておきましたが起きた瞬間さらに青ざめました、うん、供養した赤い手鏡があるんです、うん、なんでやなんでやしかもあの夢を見たのは実家私が25ぐらいあれからもう20年以上経ってるがな、うん、それがまた同じ夢を見るしかも 手鏡がありました<ー>私は嫁さんを起こしました「うん、おいこの手鏡何や?」とすると嫁さんが「私のやよ学生の頃からずっと使ってるやつ、えー、最近化粧入れにないな思ったらここにあるんや」と、うん、しかしその手鏡は赤くて後ろにキティちゃんが印刷されている、うん、妹がなくして供養妹がなくして供養したものと全く同じものです、うん、私は怖くなりまたお寺に持って行きましたが住職誘惑く 鏡は空間がつながってしまうから夜は布をかけておくか裏返しなさいと言われましたが、ね、怖いし気持ち悪いのでえお焚き上げしてもらいましたあなたはなんかひっきょうしたり見えたりしてしまうんやなと変なところに行かんかったかと聞かれましたがうそういえば。 一人で釣りに行き山ん中で田舎の誰も知らなかった無縁仏のように石儀らしき方の石が積み上げている場所に迷い込んだことが私はありました「うん、気にしなさんな」と言われカツを入れて帰ってきましたが手鏡赤もうこりごりですわ<ー>霊感とかいりませんわと。 不気味なことがある。怖いねだからこう変にその力があるとね寄ってきたりとか巻き込まれますからね。そうやんね。そういうのってちょっとなんかあんね辛いね。いらんそんな力いらんけどね。もうあのだって世の中そんな見えるとか見えないとか言う人おるけど見え方がええと思うで学生の人は。ギブのキクちゃん中が暗くなってもうすぐ上映が始まるという時。 一番前の席でお姉ちゃんが5歳ぐらいの姉妹が椅子で遊んでる姿が見えました。もう映画は楽しめない、親は何してんねんと少し腹立ったんですが、あれ、そういえばこれ、子供の見るような映画じゃないと気づいて、再度見ると2人はもういませんでした。うん、もう一つ、同じ映画館で映画鑑賞中に私の背中の椅子を足でバンバン、バンバンと蹴られました。うん 変なおじさんだったら怖いから上映中我慢しました終わってからそーっと後ろを振り返ったらその席どころか私の後ろの列全部が空席でした、うん、確かに人気の映画ではなく客もめちゃくちゃまばらやったんでわざわざ私の後ろの席に座って蹴る意味もないですななるほどねああまあ劇場と同じやねですね な、うんか霊体が。霊体が。まあ、その映画館に。おるんでしょう,なしょうね。はい。うーん。 こういう霊体こそ映画泥棒を撮影するかったまさにねね、こういうやつこそ映画泥棒がちゃんとあれでカメラでね映画撮らんとそうなんですよ映画泥棒もね本当にあれは本当に見たくないですねあれ見たくない子供さんとかすごい怖がりますよね映画泥棒の CM がそうなんや武器見てね動きがちょっとねはいはい 奇妙だからななるほどね、うん、はい。北沼このズバリお盆特別企画階段てんこ盛り金曜日は作家でコラムニストの竹内義和が怖い話をお届けしています はい、えー,グー太郎さんからです私自身看護師という職業柄不思議な体験をいくつかしているのですが、うん、これはもう20年ほど前勤めていた老人ホームで介護士になって初めて夜勤をした N 君のお話です。その日は日勤中に利用者の女性が亡くなったんですが親族の方がご遺体を引き取りに来られるまで一晩霊安室で預かることになりました。うん 霊案室は畳の部屋で布団を敷いてその上にご遺体を置いて横に煙を絶えさないよう長時間持つ渦巻き型のお線香を置いておりました、はい、N 君は初めての夜勤で霊案室を見回ると,というちょっと怖い体験をしなければならずもともと怖がりだったため震えながら見回りをしておりました霊案室に行くと渦巻き線香がもう消えかかっていて新しいものに変えないといけなかったんですが、うん 部屋には普通の線香しかなかなったようで,でも倉庫に取りに行くのが怖くて怖くてとっさに考えついたのが普通の線香を何本もつけるというもの、うん、短い線香を同時にいっぱいつけたかって長く持つわけでもなく1本でも、えー、たくさんでも消えてしまう時間一緒やのにねと、うん、でも N 君は良いことを考えついたと思って見回りを終えて 先輩のティークにそれを報告すると当たり前ですが何をしてるんだそれは一体と <laughs> 怒られ <laughs>、はい、すぐに倉庫から渦巻き線香を取ってきてと付け替えると言われたそうです、うん、N 君は怯えながらも倉庫に行き渦巻き型の線香を持って再び恋愛室に戻りました、はいうん、でも、えー、恋愛室が見えた辺たりでいきなり恋愛室の戸がスッと開き、うん、中から「煙た 煙たいと亡くなった女性が入ってきたそうでございます怖っ N 君が戻らないので呼びに来た T 君が恋愛室の前で腰が抜けて動けなくなった N くんを発見 <laughs> その時もう女性の姿はなかったようで、はい、さっき見たことを話しても信じてもらえず 2> で2人で恐る恐る一緒に恋愛室に入るとその女性は布団の上にちゃんと寝ていたそうですう、えー、布団の真ん中に、えー、でも このちゃんと寝ていたそうですが、うん、布団の真ん中にきちっと寝かせていたはずのご遺体がなぜかちょっと横にずれていたということでした <laughs> <ー>部屋中がいっぱいつけた線香のせいで煙たくなり少しでも離れ落とされたんでしょうか <laughs> 非常に亡くなった女性がかわいそうなお話でございますいい、ね、面白い。 面白い話や迷惑北のズバリお盆特別企画怪談てんこり金曜日は作家でコラムニストの竹内義和が怖い話をお届けしています。ここで マリオ商店からのお知らせですとあるタクシードライバーさんの恐怖の体験を聞いてください女の客を乗せた時のこととある交差点で一度止めてくれと言いましたそこは赤で縁取られた店の前戻ってきた女を乗せて車を走らせましたむしゃ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  むしゃ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 後部座席から聞こえる謎の音思わずルームミラーを見上げると唐揚げを加えた女が似たびっくりして車をキッキッと止めるとあの女は消えていました車内にうまそうな唐揚げの匂いだけを残してねああ 唐揚げ食いたいとそうドライバーさんが思った時耳元であの女の声が「買えばよかったのにね」「唐揚げといえば唐揚げ専門店名古屋丸代商店」「絶品の唐揚げの味はチーズニンニクのり塩など一番人気は紅生姜と一緒に揚げた紅辛」「から揚げ弁当も390円からです」 北区黒川交差点かど昭和桜山交差点かどの2店舗とベルマート清暉の名古屋駅 JR ゲートタワー15階店大曽根千種の3店舗でどうぞ以上丸リ商店からのお知らせでした買えばよかったのに北山ごとのズバリお盆特別企画「階段てんこ盛り」 金曜日は作家でコラムニストの竹内義和が怖い話をお届けしています。はい、ということで竹内さんいよいよ会談ーー、はいえーま、A さんという女性の方がいまして、はい、でま専門学校を卒業してですねえとある総合病院の看護師としてですね、うんま、雇われたということなんですけどもね。 非常にまあその真面目な、えー、女性なので、うん、まあそれを飼われたということなんでしょうけども、まあ、普通その新入というか新人の看護師さんの方っていうのは比較的まあ楽な患者、えー、そのお世話をするっていうような感じなんですけども、まあ、いきなりまあ真面目な性格を飼われてですね、うん、ちょっと問題のあるその患者さんにまあつけられたんですよね。でそののの患者さんっていうのはまあ67 8の えー、一人暮らしのおじいさん、えー、それがまあ家やってまあ入院してまして、えー、その人のまあお世話をするんですけどもお、まあ、その方がまあちょっとまあ頑固というかね、うん、そんな人っているでしょ、うん、でまあ身内もないという寂しさもあるんでしょうけども、うん、即非常ボタンを押してですね看護師さんを呼んで,、うん、で何かなと思うとお腰を揉んでくれとか。うん 水を汲んでくれとか、まあどまあ、自分でやったらいいようなことをまあ頼んだりするということで、えー、看護師さんの間でもまあちょっとこう問題視されてるしその一緒に入院している方々にも嫌みを言ったりとか偉そうな態度を取ったり尊大な態度を取ったりするので、まあ、敬遠されてる、まあ、嫌われてたわけですけどもその A さんという女性の方は非常に真面目かつ優しいのであこのおじいさんにもなんかいろいろとその人に言えない辛いことがあるんだろうなと。 だからまあ心を開けばこの人は本当は実はその優しい人で人のこともよく考えて聞く場合のできる人なんだと思ってるんだけどもまあそういうことはお首を出さないような老人なんですよ。でも皆手を焼いたったんですけどもその A さんはとにかく時間をかけてそのおじいさんをこうまあなんとかまっとうなね本来のおじいさんの姿に戻そうと思っていろいろと苦労されたらしいんです。 でまあ、徐々に徐々にそれがあの、まあ、いい方向に向いておじいさんもその A さんに対しては、えー、心開くようになってきたそれでその A さんも手応えを感じて、えー、何とかこの人を退院するまでになん、えー、とかまあね社会生活ちゃんとした社会生活が送れるようにしたいなという思いもあったらしいんですけども、うんえー、ある朝、えー、早晩で、えー、病院に行ったらですね、えー、そのおじいさんがいろんな患者が、まあ、フロアに集まってるんですけど 朝の、えー、多分7時前ぐらいだと思うんですけども早起きにさもうみんな起きて、えー、そのフロアでお茶飲んだりする,するんですけどもね集まってる中で、えー、なんかこうみんなに偉そうに説教を垂れてるんですよ。で「お前はなあのまだ入ってまわないか分かってないけどな病院っていうのはなそんなお前一人のもんやないねみたいな「自分お前が言うな」みたいなことをみんなに言うててでみんなもう,うわまた言うてるわっつってこうねもう暗い顔になってるわけよみんな。 でそのベテランの看護師さんとか府庁の方も、まあ、後ろの方で腕組んでまた言うてるわみたいなね感じでもそのおじいさんはおじいさんでみんなのことをこうむちゃくちゃ言うてんだけども実は A さん分かってるわけよかまってほしいという気持ちが言わしてんねやと、うん、だったらみんな看護看護師さんの方も患者の方もちょっとぐらい応対してあげたらいいやんと、うん、何言うてんねんでもいいわけよ、うん、それはコミュニケーションやからで A さんはねちょっと。 みんなね黙ってんとなんかなんか言ってあげたらいいやんとなんかその言いたいことがあるんやったらみんな黙ってないで言った方が絶対いいよとでそれの方が絶対コミュニケーションができるいいよっつって言ったらその府長が近寄ってきてねその A さんの方をねポンポンと叩いてね「いいから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 」いいからいいからっつって「よくないですよ」ってこんな状態「いいからいいからいいから,いいから」えどうしてて言ったら府長さんが「いや その老,人ね、老人の、ね、名前言うてね「あの人ねさっき6時過ぎに亡くなってるから」うん、亡くなって。たんですよ、うん、で亡くなってるけども出てきてみんなの前でそんなこと言うてるのみんなが見てた。ほ <laughs>、うん、んで「えー!」って A さんがなって「うん、え!」って。 めちゃくちゃゃくショックやし落ち込んだし怖かったし、うん、でも病院を辞めずに、まあ、しばらくは勤めてたんだけども、うん、ある時夜回りの晩になって夜回りした時にちょっと一つ気をつけないといけないのが、うん、その母子で入院してたあの人がいて、うん、赤ちゃん生まれたばっかりの赤ちゃん多分何ヶ月ぐらいの赤ちゃんでお母さんはちょっと体,体調が悪くっていつ亡くなるか分からんっていうお母さんだったんだけども、うん、実は1週間前亡くなったわけですよ。 ううん、で赤ちゃんが一人で、まあ、そこにあのお母さんと入院したところにまた一人でってで看護師さんがちょっとミルクをあげたりとかお世話してでそれ、えー、ゆくゆくは別室に移すということやったんしばらくそこに置いとくからちょっと気をつけてあげてくださいねって言われてて、うん、A さんはそれを分かってるから夜中行った時に必ずそこの病室を開けて開けてみたらその赤ちゃんがいつも泣いてるんだけど泣いてないんだって。うん、で行ってみたら亡くなったはずの。 お母さんが赤ちゃんを抱いて、うん、あのお乳を飲ませてたんだって、うん、えっってなって、うん、それを日誌に書いて提出したんだってた、うん、だ翌日府長さんから呼ばれて、うん、それ見て「あんたこんなこと多いね」っつって、うん、だから「もうこれは書か,かんでええから」と「うん、こんなこと気にしてたらうちは勤まらへんで」って言われて。うんうん さすがに A さんはその病院を辞められたといことなんですよ結構そういうことはあるみたいですなるほどね病院はね、うん、結構言いますもんね言いますからねはい さてこちら熊社長さんから僕は中学1年の時両親を亡くし親戚のお寺さんで育てられるようになりましたそのお寺さんは京阪藩郡園にあるお寺で僕は高校生になった時から学費を稼ぐために長官を配達するアルバイトを始めました成田山不動尊の周りの住宅を中心に午前2時から5時まで配って夏はいつも朝日が昇るのを見ながら山の上で休憩してました高校3年生のの8月末のある朝 いつものように山の上で休憩していたら急に自分の周りだけが白っぽくなってきました、うん、ちょうど霧のようなもんで自分を中心として半径2メートルぐらいがそうなんですその霧がかかってすぐ急に疲れが襲ってきてもう立つのもつらかったんですがなんとか残りの部数を配りきりお寺に帰りました、うん、普通であれば朝食いただいてからお寺の雑用を手伝うんですがその日は疲れから布団から出れず 心配した住職のおじさんが僕の顔を見た途端に「あこらあかんわ」と言って僕を井戸まで引っ張っていきました、うん、そこで僕はパンツ一丁にさせられ井戸の水を何倍も頭からかけられ最後に背中に戦えかれた分でだいぶ元気を取り戻しましたその後塩むすびとたくあんをいただきすっかり元通りになりました、うん おじさんからは二度とその場所には近寄るなと言われましたで何があるのって聞いたらいやいやもう聞かんでと、うん、お前の行ったとこにはもう行くなと言われました会談、はい、話とは違いますが僕が体験した不思議な出来事でございましたね あの誰に疲れたってやつですねうだ,れるって、うん、だからもう山道とかでいきなりこうあ地下が出なくなるんですよねでその時ガクッとなってもう動けなくなるでそういう時はおむすびとかお水とか飲んだら元気になる「誰に疲れる」っつってよくあることなんですけど。 だれるっていうのはそういう言葉から来てるのかもしれませんね。気球戦火山瀬さん嫁がお世話になってるお医者さんの新色の女性へのお礼に競馬大好きシェフさんのリスナーさんとやってるリレストランへ案内してる車の中の会話です。僕は口がある石何より腹黒いんですよといつものように軽口叩くと「あら旦那さんは腹黒くないわよだってお腹黒くないもの」と。 腹黒い人ってお腹が本当に黒いんですかと驚きました彼女が言うには黒い煙のようなものがモヤモヤとお腹のあたりに見えるそうですそのモヤモヤも個人差があるのですかと聞いてみるとすごいの見たことあるよお腹どころか上半身まで黒い煙に覆われてね顔はよく見えないのかわいそうやけどあんだけ腹黒かったらそらいい死に方しないわねと おへ言っておられました「はい、腹黒い」という言葉は本当に「黒く見える」から生まれた言葉なのかと思った次第でございます。恐ろしまあ、顔が見えないほどの黒い人ですが誰かを聞いたらちょっとある政治家の名前を言われましたが取り巻きの数人もかなり。 腹黒かったそうでございますねってことで、ああミのなんかあれですよね。はい。ほらあのフクロウってね。怖い相手を見たらね細なんね。ああはいはい。って本当にうん。である実験をしてねお笑いの人がねお笑い芸人の前そのフクロウ連れて行ったらあるお笑い芸人の前でめちゃくちゃ細なったんだって。うん。キュッと。うん。名前言えませんけど。あ言聞きたいわ。 巨人しようかな <laughs> いやでないことは確かで。はい、<laughs> 北沼ことのズバリお盆特別企画階段てんこ盛り金曜日は作家でコラムニストの竹内義和が怖い話をお届けしています そしてこちら匿名希望の、えー、女性の方からです、えー、田中俊之さんが書いてくださったあのフランシュタイ T シャツ、うん、早速届きました、表にフランシュタイの絵柄の T シャツをねああい、あまりに早いんで、いや、これどう使おうと思いましたが、早速パジャマとして使わせていただきます。 70代半ばであれの T シャツでパジャマとして着るってあんたら呪われます <laughs> すごいな <laughs> はいこちらでございます。ツポイのりおさんから 店をお笑いして霊が出て行ってから店が傾いた話をマコさんがされていて聞いて僕も以前から家にいる霊を可愛がることにしました最初はうるさいと怒なりつけてましたが最近では今日も元気やなとか思ったりしてるんで反映してるとは思えませんがそれなりの暮らしをしてるので霊が出て行って家が傾かないようにと。 みとまてくれるんだ思っんかね勝手に俺らは座敷わらしを勝手にんかこうかすりの着物着たらわらしやと思ってところがそんなもんは人間が勝手に思ったもんであってひょっとしたら黒い髪の長い女もわらしかもしれんい呼び方は変わるだけで家を店を繁栄させてる何かかもしれんと僕はそう思いますけどね。 ボイちゃんから階段しゃべるのって難しいですね。今日五日目のジ子ちゃんのオープニングでジ、うん、子ちゃんのしゃべってる一行階段で改めて思いました。<laughs> ね、竹内さんが教えてくれるって。いやいやねほんまにあんたの一行階段はほんまに心寒さもとしがさせたよ。違、うんはい、う意味でな、ね。逆に怖かった。したはい、はい <laughs> はい、ということでお相手は北野誠と。はい勝手釜ゲストは竹内結子でした。はい明日はズバリサトデーです。